ここにネギダレです。たっぷりやっちゃいましょう。ほらこれもうまそうだな。おいこれよ。どうも料理のおじさんリュウシです。ということでですね、今回はですね、至高シリーズでございます。至高シリーズといってもまあいろいろやってきました。今回はですね、ちょっと至高を変えて至高のタレをやりたいんですね。今回作るのはまあ僕もね、結構好きなジャンルなんですけども、至高のネギ塩ダレでございます。はい、ご自身で作る方もいらっしゃると思いますし、市販のね、ネギ塩ドレッシングでいいよっていう方もいらっしゃると思うんです。今回作るのはですね、結構ねささっと作れて汎用性が半端ない、何にかけても美味しい、そんな最高のネギ塩ダレを今回作っていきたいと思います。そして今回コラボしていただくのは味の素ですね。使ってますね、このチャンネルを見ていただいてる方は。今回は味の素さんとのコラボですんで、この味の素の旨味をね最大限に活かした最高のネギ塩ダレ作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まずはネギ塩ダレですんで、長ネギ、まあ細めのやつ1本だから、まあ、90から 80g ぐらいでいいと思います。はい、これ使います。あとニンニク3分の1ぐらいなんですけども、まあ生のニンニクがいいと思います。はい、チューブのニンニクでもまあ悪くはないんですけども、生のニンニクが勝てない。調味料、ごま油、すりごま、黒胡椒、レモン汁、オイスターソース、醤油ですね。はい、あと一番大事な味の素でございます。はい、お塩と砂糖も使っていきます。あと今回ネギ塩ダレを作るんで、ネギ塩ダレのを美味しく食べる方法として牛肉、お豆腐、あとね椎茸用意してます。食べる時に見ていただければ分かると思いますので、そちらもチェックしてみてください。はい、それではですね、今回味の素とのコラボということで、味の素を最大限に、活かしたですね、私の得意な、ネギ塩ダレ作っていきたいと思うんですけども、この素材の香りをね引き出すんですよ。皆さん、旨味だけ足せるんで、味の素っていうのは旨味だけ足して他の食材の香りを活かす、何回も言ってるんで皆さんも知っていただけてると思うんですけど、まあ、今回も口酸っぱく言いますけどね、味の素は香りを活かしてくれる、今回は僕を活かしてくれる調味をね、リュウジの素をちょっと摂取しながらやっていきたいと思います。はい、氷です。ウイスキーを適量、新鮮な炭酸を用意してください。リュウジの素ですね、これを飲むとテンションが上がります。楽しく料理することができます。いただきます。はい、このネギダレできるということでやっていきます。じゃあまずネギを切っていきます。ネギの切り方なんですけども、これ丸々1本切るやり、であれば、こういう風にね、斜めに切ってって、斜めに半分まで切ってって、やばらにしてから小口切りにするってやり方が一番簡単だと思います。でこうですね、で、これ邪魔に切ったら、ここを切っていくんですね。みじん切りになってるでしょ、これ。なるべくね、間隔をね、短く切ってあげると、細かいみじん切りになります。少量だったらね、また別のやり方もあるんですけども、はい、いい感じになりました。ちっちゃいザルがあれば、ちっちゃいザルでいいんですけども、こういうのに入れてください。少しあれなんですけども、はい。これは入れるとして、で、まあ、あと、ニンニクだけなんで、切っちゃいますけども、ニンニクね、ニンニクは、おけずを切り落として皮だけ剥いてってくださいね。はい、でここで重要な作業があります。ネギをですね、水にさらしたいんですね。まあ、僕のやり方だとこんな感じで水にさらすんですけども、これなんでさらすかっていうと、ネギってすごくね辛み成分があるんですね。さらしていくことによってこの辛みが抜けていく。で今回みじん切りなので細かいので、なんで、ここからですね、どん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 このネギの辛み成分っていうのがね抜けていくんですね。途中で1回ぐらい水変えてもいいかと思うんですけど、まあ面倒くさかったら変えなくても大丈夫です。これでね大体ね10分から15分ぐらいでいいと思います。はい、水にさらして辛みを抜いて、まあ、10分置いていきます。ということでですね、10分から15分漬けたものがこちらです。で1回ね水出しちゃいます。1回ね絞る前にちょっとねネギ食べてください。バッチリ抜けてますね。ネギの水分はこうやってね絞る、キュッと絞ってください。別に普通のザリでも全然平気ですからね、皆さんね。ギュッと絞ってください。キュッと絞るとこれぐらいねまだまだ水分が出ますんで、でこいつも捨てていきます。水捨てましたんで、ここに
ネギ入れていきます。お塩がね、小さじ2分の1、これぐらいね。そしてお砂糖ですね、小さじ半分。ちょっとね、甘みがあるとこのネギダレっていうのは非常に味わいが深くなりますんで、はい、お砂糖ね、はい、レモン汁が小さじ1ね。これは絞ったものでもいいですし、コンクタイプで売ってるものもありますね。液体のものでも全然平気です。オイスターソースが小さじ2杯ね。これで旨味とね、甘みもつけていきます。お醤油小さじ半分、これね、チロッとこのお醤油の香りが香るとすごく美味しいんで。黒胡椒ね、黒胡椒ね、結構入れていいね、思ってる2、3倍、これぐらいかな。はい、すりごまは水分を吸収して、あと香りをつけてくれます。はい、だからちょっとねコテッとしたタレになります。でごま油ね、まあ半分から3分の1ぐらいね、少し入れます。小さじ3分の1、はい、の量を使います。はい、これぐらいですね、小さじの3分の1。はい、まあ、これ混ぜていくんですが、なんで味の素を使うかっていうと、うまみがね、くっていうところですね。ごま油の香りとすごく相性がいい。なんでごま油の香りと相性がいいかっていうと、ごま油って単体ですごく強い香りするじゃないですか。ここにですね、例えば他のお出汁とかを入れてしまうと、ごま油の香りを邪魔してしまうんですね。でも、味の素っていうのは香りないため、ごま油とこのネギの香りが一層引き立つんですね。なので、味の素を入れてですね、ネギダレを作っていくんです。で、ちょっと今、味見してみます。もう完成しちゃった。置いといても美味しいです。ネギとタレがどん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 浸透していくんで、そのまま置いといても美味しいんですけども、このままでも食べられます。時間が経てば経つほどネギの辛みはどん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 まろやかになってきます。なんですけど、この今のフレッシュな味もどっちも美味しいので、今回はフレッシュな状態で作っていきたいと思います。今回は丼にして、やっこにして、焼いた椎茸にかけるっていうのをやっていきますんで、ちょっとそれ全部やっていきますね。でこれパラッとね、パラッとで、これオーブンで焼いていく。オーブンで椎茸10分ぐらいかな。それと同時に白ご飯ね、軽くね、ネギダレがありますからね。でここに、牛肉、はい、決まってんじゃん。つもりでいっちゃおうか。こんだけいい肉だったらさっさ焼きでいいよ。ご飯乗っけて、おほおほおほ、たまるねー。やべ、フルコースだよ。ここにネギダレです。たっぷりやっちゃいましょう。ほら、ネギダレ、ネギダレやっこ、これもうまそうだな。おい、いい感じに焼けております。これ最高。あー最高。あ、これ3品作っちゃうと全部使っちゃうのこれね。これよ。はい、ということで、ネギ塩ダレフルコース完成でございます。ネギ塩ダレフルコース堪能したいと思います。いただきます。くー、椎茸で、椎茸うまっ。ネギ塩ダレ、うまみがやっぱすごいですね。味の素入れないとね、このうまさ出ない。ネギ塩ダレ豆腐、ネギダレいきたいと思います。あ、これやばいわ。なんでこんなに合うんだろうね、これね。ネギ塩焼肉丼ですよ。これ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 、ダメでしょ。ちょっとやばい、めちゃくちゃうまい。肉との相性やばい。薄切り牛肉でやってますけども、パンとかはまあ絶対もちろんうまいじゃないですか。 お肉何でも合うよこれ。塩コショウで焼いた肉にこれかけちゃえばもう完全に最高の丼になるんですよ。はい、くー、フルコースなんで、あ、ちょっと丸椎茸いってください。いただきます。焼き椎茸ネギのせ、うん、うまい。中華ベースがあって、一体の味を決めてるのは塩と味の素、秘伝のタレみたいになってる。完全にそう、ただのネギダレじゃないでしょ。いや、食べたことない、完全に。じゃあ豆腐も、豆腐いってください。これはうーん、
お豆腐もね合うんだよね。お豆腐って塩だけだとちょっと淡白すぎるんだけど、オイスターソースと醤油の旨味がちょっと加わってることによって抜群にとろみ。うまい。ネギ塩牛丼いただきます。肉だけでもうまいんだけど。あー、いっちゃった。やばっ。やばいでしょこれ。ランチで1300円で出せるのよこれ。うますぎる。ほんと自信あったから。豚バラでも美味しいし、鶏ももでも美味しいし、何でもいける。どんだけ万能か分かったでしょ。3日4日くらいは持つか、冷蔵庫に入れたら。あ、3日4日全然持つ。最低4日も全然持ちます。もう1回食べたくなったらもう1回作ったらいいと思う。まあまあそっか。ブリとかもいいよ。魚絶対うまいよ。魚結構淡白だから。でもこれってコクがあるから何でもいけんの。ネギと味の素の魔術師。味の素があるからこそできる。味パンだ。味パンだ、ありがとう。味パンだ。